はい、皆さんこんばんは。Good evening everyone and buenas noches todos。始まる前にちょっと爪磨いてますけれど、爪がもうかなり短くなりました。私最近はもう完全に歯頭奏法ですね。歯頭奏法ですけれど、じゃあなぜ爪を磨いてるかというと、まあ爪を使うからなんですね。まあ歯頭奏法というのは、まあ指だけ、指の頭だけかと思われるかもしれませんけど、もちろん爪も当たりますのでね。ですから爪を使ったり、あるいは肉を使ったりですね、まあ音色の多彩さということで、私は最近はもうほとんど爪使ってませんね。ほとんどこのぐらいですね。どうですかね、見えますかね。ほとんどないです。Well, as I'm getting older and older, my nail becoming shorter and shorter every time. Maybe I love the sound without using nail. まあ、爪を使わない音の方が好きになってきたのかもしれないんですけどね。まあ、面白いのはソルとか、タレがですね、この人たちも使ってませんでしたからね。 The interesting thing is Fernando Sol and also Fernando Talega, they didn't use the nail for playing the guitar. That's interesting for me. 爪のことに関してはまた別のコーナーでですね、ちょっとコーヒーブレイクの時にちょっと話をしてみたいと思いますね。はい。じゃあ始めましょう。Well, today's lesson. 今日は87ページの変異調調ですね。A フラットメジャーですね。まずスケールからいってみましょう。A のフラットから始まるですね。そしてもう開放弦は、その音 G の音だけですね。それ以外は開放弦使えませんね。それからカデンツァ、こうなりますね。最初の和音は手話音 A フラットの和音ですね。それからこれは2度上の B フラットマイナー、それから手話音の第2展開形、そして E フラット7、続7ですね、続7、そして手話音に戻るということですね。あと技術的なアドバイスは、中指がそのまま次のB フラットマイナーの時にはこのまま3弦ですね、このまま上がればいいですね。でまた元へ戻って、で次の E フラット7は、まあ、私はこちらで取りましたけど、こちらでも取れますね。まあこれは選択肢いろいろあると思います。こちらで取ってもいいですね、こちらで取ってもいい、同じ音ですね。まあ1弦にメロディーということを考えるとこちらの方がいいでしょうかですね。それからエールシシオ、こうなりますね。もう一度弾いてみますと、ここが頂点ですね。で、こうなりますね。4
小節置きにで、フレージング取ってもいいですね。でここは半制覇、部分制覇ですね。真ん中だけ動かした制覇ですね。それからこの押さえ方ですね。これ A フラットのコードですということですね。それからプレリュードいきましょう。最初からいくと、最初が A フラットのコード、それから E フラット7、それから次も E フラット7です。 A フラット、それから B フラット7で、次が E フラットコードで、次は C7 のマイナス9の根音省略形の形、それから F マイナー、次が B フラットマイナーですね。それから A フラットですけど、これは E フラットにベースが来てます。ですから続和音の機能ですね。それから E フラット7で A フラット、こういう感じでしょうかね。今日は A フラットメジャー、変異調調でした。はい、終了します。